はい、こんにちは、まえチャンネルまえはるです。はい、今日はですね、スナックワールドのトレパカードというので遊んでみたいなと思います。はい、はい、こちらですね、スターターデッキだね、うん、それを2パック買ってきております。タカラトミーさんから出てるんですけど、ルールなどね、詳しいやり方がまだ、タカラトミーさんのチャンネルとかで出てなくて、他の YouTuber さんもやってないので、もしかしたらまだうちらのやり方怪しいかもしれないので、そこご了承いただいた上で見てくださいね。はい、はい、じゃあ開けていきましょう。というかもう開けてあるんだけどね、開けてあります。はい、中にはカードこれ40枚入ってます。はい、それとこれがルールシートですね、うん、ルールシートっていうのがあります。裏側もなんかデッキの組み方の紹介とか Q&A が出てますね。はい、そしてもう一つこれがプレイシートになりますね、うん、まあ、この上でバトルしていくわけだ。はい、ここはバトルエリアで、トレパカエリアで、デッキエリア、トラッシュエリア、ダメージエリアってありますね。はい、これ後でやっていきながら見ていきましょうか。はい、これカードはですね、40枚で1つのデッキということになりますね、うん、同じカードは4枚までしか入れられないと。この辺デュエマと一緒だね。こういうですね、ちょっと違うカードがあります。これスペシャルカードってやつなんだけど、はい、これは一つのデッキに8枚まで入れられるんだって。あ、8枚まで。そうそうそう。はい、じゃあカードの説明していきましょう。はい、まずこれがチャップですね、うん、ここに名前が書いてあります。これがカードの名前で、左上これがパワーですね、うん、パワー4だね。これスナックってやつです。おー、これはね、チャップの場合は0なんだけど、うん、スナックが使える場合があります。この部分がこれ能力テキストってやつだね、うん、で何かっていうと、これアタックでトレパカって書いてあるでしょ、うん、アタックの場合はこれ攻撃するときにトレパカを開いて、このジャラが出ればこの下にある能力が発動できるってことですね。はい、はい、このカードにはないんだけど、ここにねジャラがある場合があります。はい、あ、これこういうやつ。あ、これはクリスタルソードがついてる。そうそうそう、これジャラついてるでしょ、うん、そしてこの右下のこれがコレクションナンバーって言われるやつだね、うん、これが同じ番号、うん、これは4枚しか入れられないってこと。あ、だからチャップはチャップでも別の番号であれば4枚入れられるんだよ。あ、それはいいね。そうそう。はい、じゃあ始めていきましょう。はい、バトルシートを用意しました、うん、でそれぞれのデッキをデッキエリアに置いてますね。はい、で最初にじゃんけんです。最初はグッジャンケンポイ。はい、こっしょ。はい、デュエマと一緒で、うん、勝った方が先行になりますね。はい、でまず4枚ドローします、うん、4枚ドローしてカードを見ます、はい、でこのカードが気に入れば OK なんだけど、気に入らない場合は引き直しができます。大丈夫、聞いた。パパは気に入らないので引き直します。はい、一回ねシャッフルしてからね、うん、また4枚カード引きます、はい、で引き直しは1回だけですね。はい、オッケー、今度はオッケー、うん、そしたらトレパカエリアにカードを補充します。はい、これは宝箱がこっちを向くような感じで置いてください、うん、オッケーね、うん、そしたら次は登場フェーズです。登場フェーズはこのバトルエリアにカードを置けるんだけど、3枚しか置けないね。お、同じ名前のカードは1枚しか置けませんので。わかりました。じゃあスコーピオンとブタコとチャップを置きますね、うん、登場しました、うん、でここに効果に登場ってのがあれば、使えるんだけど効果を、うん、ないので、はい、バトルフェーズですね、うん、バトルフェーズなんだけど先行一旦目はバトルフェーズないので、はい、エンドフェーズです、うん、でパパのターンが終了です。次、うん、エーシン君、はい、まずは2ドローだね。2ドロードローフェーズで2ドローして次登場フェーズです。チャップ、おチャップとマヨネ、マヨネとペペロン、ペペロン、はい、来た。これマヨネに登場の効果がありますのでトレパカします、うん、トレパカってのはこのトレパカエリアからカードを何枚表向きにするか、宝箱を何枚開くかってことなんですよ。何枚開く？2枚、うん、1、2。あ、でジャラが2つあれば効果発動ですね、うん、あるから発動で、何これ、相手のキャラ1枚トラッシュ、ゲッ、スコーピオン、スコーピオントラッシュ、あ、やばい、よし、はい、そして今度はバトルフェーズかな、はい、バトルするときはカードをこうダウンっていうのしますね、うん、でこのパワー、うん、このパワーが多い方が勝ちなんだけど、うん、その時に、自分の仲間のカードのパワーを全てこう足してアタックすることもできるし、自分の手札にあるカードのこのスナック、これ、そうそう、これを足してパワーにすることもできますね、うん、マヨネ、うん、にチャップのスナック、お、いいね、1足して3、うん、3で、これはトラッシュ、そう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 、同じカードの名前の
スナックを足すことはできないからね、うん、でチャップにチャップはダメとか、そう、うん、さらにペペロンでスナックを1足して4、あ、そう、スナックはね何枚でも足せるみたい、うん、なので豚子にアタック相打ちするときにパパもアタックのときに効果があります。パワー2になります、うん、6になります。あ、これで6になって逆に倒す返り討ち、ダメージエリアに来ます、はい、でダメージエリアが6つ溜まると負けってことだね。はい、チャップでアタックするときにトルパカします、うん、トルパカ、はい、じゃあ何枚トルパカ、3枚、このクリスタルソードを狙います。クリスタルソードとジャラが出ないといけないね、うん、お、クリスタルソード出た、はい、で、あと2つジャラが出れば、ジャラ、あ、出た、こい、ジャラ来た、あ、出た。そうするとパワーがプラス2、パワープラス2、相手を倒したら相手にデッキから1ダメージ、やべ、じゃあパワー4、パワー4にプラス2、6、うん、チャップ破壊、チャップを破壊する、うん、の時にパパも正義の鉄拳キックを繰り出します。で、これはトレパカでジャラが3つ出ればバトルカード1枚にパワープラス10なので、うん、全部トレパカします。これ確実に負けちゃうな。3、あ、出た出た、え、じゃあパワープラス10、パワープラス10です。じゃあこれ6だよね、うん、パワー10だよ、ドーン、6、はい、うそー、ブタコとバトルするときにトレパカ1枚、よし行くぞ、来なかった結局負けたドカン、ありゃ返り討ち、返り討ちだ、全員返り討ちさせられた。でエンドフェーズなのでトレパカは全部トラッシュへ行きますね、うん、でトレパカを補充します。そしたらパパのターンだね、うん、パパのターンこれダウンしてるのでアップにしますね、うん、でカードを2枚ドローです。これあれいないのきついね、うん、じゃあヴィンサントを登場させます。バトルエリアにカードがないので直接ダメージチャップで4ダメージ目、ブタコで5ダメージ目、アタックするときにパワープラス2だけど意味はない、うん、ヴィンサントで6ダメージ目で、あー負けた、こんな感じかな、うん、もう一回やってみる、うん、うん、じゃあ最初はグッチャンケポイアイクショ、お、ジェイシン君が先行だね、うん、4ドロー、4枚ドロー、まあこれでいいでしょう、よし気に入った、よし、じゃあトレパカエリアに補充、ジャイシン君が先行でドローですね、まずドローフェーズ、はい、2枚ドロー、次登場フェーズ、チャップ、ウィンさんとエンド出すのがいない、いない、うん、分かった、じゃあパパも2ドローして、おー、きついね、スコーピオン、うん、ペペロン、はい、あとゴブさんです、はい、ゴブさんは登場の効果があってワンドローで、パパの方からパパ2ターン目はバトルフェーズがありますので、バトルフェーズいきますよ、ペペロンでバトルするときにトレパカーを何枚する、3枚しとこう、3枚ジャラが1個でも出ればパワープラス2です、はい、出た出たね、うん、あ、1個しか出なかった、よかった、危ない、そしたらパワー5になります、5、うん、パワーが同じ場合は破壊できるんでヴィンさんと破壊です、ちょっと待って、あ、チャップ、チャップスナック1使って6、あ、やべえ、返り討ち、返り討ちされた、よっしゃ、スコーピオン、うん、でバトルするときにブッテリのスナック3使います、で6になる、お、ちょ、あ、あ、でチャップをアタックしたい、じゃあその前にメローラ姫のお願い、あ、それ出す、うん、トルパカ何枚する、2枚、2枚、よし2枚来い、1、来なかった、じゃあノーマル、ノーマルだね、ワンドローして、バトルカードのパワープラス1だ、バトルカードのパワープラス1だって6だから5になる、負けたね、負け、マジ、うん、こっちだ、え、ダメージゴブさんはパワー2しかないんだよな、ヴィンさんと倒せないよ、じゃあパパもゴブさんとアタックするときにメローラ姫のお願い、ああ、でこれでよし成功するかな、3枚ドローします、ジャラが2つ出れば成功、出た、来ちゃった、
で、ワンドローしてパワープラス6。6だから2足す6、8になった。ビンさんとあれ補強しない？スナックとかで補強しない？ない、うん、じゃあ2だね。はい、じゃあこれでエンドなんだけど、エンドの時に全て戻します。はい、じゃあターンエンドです。はい、でこれはもうなしか、まだ。うん、それはそのまま。よし、ツードロー、スコーピオン。出せないんだ。出せないです。スコーピオンは1体しか出せない。チャップ、うん、よし、スコーピオンで。スコーピオンは破壊。ゴブさんの方が。ゴブさん破壊。じゃあそれね、破壊されました、うん、ダメージ 2ダメージ目、はい、よし。じゃあチャップでアタックするときにトレパターンいくぞ。4枚いきます。4枚。1 2 3 4。あ、成功だ、成功だね。成功したから、ね、パワープラス2。パワープラス2。相手を倒したら相手にデッキから1ダメージ。あ、やべ、ドン。あ、やばい。で、4ダメージ目、こっから来る。よし、あ、制限鉄拳危機だった、もったいね。処理と。で、新しいのを出します。 OK です。そしたら OK です。2ドロー。回復とかさ、ないのかな。ねえ、欲しいね。じゃあペペロンとマヨネと、マヨネとスコーピーの。マヨネは登場だ。そう、登場があるのでトレパカ3枚しとこう。じゃらが2つ出れば。来ないでね。あ、出なかった。よっしゃ、1枚も来なかった。じゃあしょうがない。これでバトルフェーズで普通のアタック。じゃあペペロンがアタックするときに、スナック、ブタコのスナック1使ってチャップを破壊。じゃあボーン。じゃあ次は、うん、マヨネでアタックするときにゴブさんのスナック3使います。で、5になってスコーピオンダメージ。ドン。よし、でまずスコーピオンでアタックできる。スコーピオンでね、アタックしない。エイシン君のアタックに備える。あー、そういうことか。うん、でトレパカを処理して補充。はい、 OK です。ターンエンドです、うん、エイシン君のドロー。ドロー、ツードロー。ブッタリー、ブブさん、スコーピオン、はい、手持ちのカードがないのに。はい、いいよ。じゃあブッテリーでアタックするときに、制限の鉄拳キーク。あ、来た。これでよし、トリパカ何枚する？3枚。3枚。1、来た。3個必要だよ。よし、来い。3、来た。あ、来た。バトルカードの1番はプラス10。なるこれ、12。12。スコーピオン破壊。あ、スコーピオン。せっかく守りに使おうと思ったのに残念だった。ゴブさん。で、マヨネに相打ち。相打ちか、相打ちはね、やられちゃうんだよ。はい、5ダメージ目。よし、スコーピオンでペペロンに相打ち、どんどん。あ、マジか、負けた。やった、勝った。これでパパ負けだね、うん、なるほど、こんな感じでした、うん、ちょっともしかしたらルールが間違ってたかもしれないけど、その場合はもっとごめんなさい。はい、うん、はい、ということでどうでしたか、スナックワールドのトレパカ。楽しい。なかなか面白いね、うん、ちなみに対象年齢は6歳以上なので、できるね、エイシン君でも余裕で遊べるっていうカードでございました、うん、こういうさ、なんかプレイマットが出てくれてるよ ね、 そうね、スナックワールド専用のね。そしたらすごいやりやすいかなと思います。はい、はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッドライクお願いします、はい、そしてぜひお友達にも教えてあげてください。それとチャンネル登録もよろしくね。よろしくね。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。